The British troops continued their attack on Neuve-Chapelle. Their next objective? Take back Port Arthur. はい、ここからですね。ここから先やっていきましょう。で、インド軍と、ね、連合軍と一緒に戦うフレディの回ですね。特に史実の更新は特になくしですね。よし、行きます。危ない、死ぬ死ぬ死ぬ、なになに、びっくりした、みんな死んでる、みんな死ぬ、どうしよう。あ、やっつけられる。あ、拳で壊せたけど泥で足を取られてしまう。そんでどうする。あ、私の出番だな。ということは四角ボタンを用意して何かやらなきゃなんない。わ、後ろから来た、急いで。あ、間に合わない間に合わない。ちょっと間違った、四角じゃなくて×だった。四角は攻撃か。よし、今度こそ後ろから来るんだな、こうやって。急いで、一刻の猶予もない。急いで、走って走って、いい、せーの、行くよ。はい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。あれを撃ってくるから、攻撃が終わったらバーンとして、次ドロ、なんだ、何を爆発させろと言ってきている。取るよ、うん、ダイナマイトを取りました。なんか言ってる、232とか言ってる、指で232って言ってる。上に3つつけるとこがあって232って言ってね。なんだろう、どういうことかな。これ3つか、なんか4つ、何個つけてるか、体に。はい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 、なるほど、順番があるね。これが2個か。いくよ、投げればいいんかな。せーの、よいしょ、2個。いくよ、せーの、あ、よっと、3個。よいしょ、なんか取れるのないかな、コレクションアイテム。順調順調、違った？ 3 つでしょ、これ3つ、3つ、これ渡さなかった？ほら、あ、違うんかい、この人を動かすのか。これいいのかな、これで。なるほど、めんどくさヘルプとか言うな、できただろ今。なるほど、これでもう一回ね、自分で動けるようにしとけ。よし、今度こっちから、よいしょ、 OK。 さあ、じゃあ私もなんかダイナマイト持ってった方がいいかな。これで私の仕事なのね。何にもないな。いくよ、せーの、はい、どすこい。OK。ただ私は奥の方に何かアイテムがあるかもしれないから、なさそう。上に、上から私は脱出するのかな。これなんか落ちてない？待って待って、これ。ほら！ 1 個取り逃してる。1個何か取り逃しちゃってるな。全然わからないな。結構普通にちゃんと来たんだけど、あ、あ、あ、ここで、ここでエミールたちのが見えたのね、遠くから。あ、危ない、私が、ちょ、あ、急げ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 、何何、どうしてこれを撃つの。罰で友情の始まり、トロフィーゲット、やったー。ちょ、エミールまで吹っ飛んだけど、やったー、オン SOS、 助けが必要だったか。もちろんもちろん、君これ持ってる、もちろん持ってますとも、私がやるのね。よし、ワンコに、間違ってワンコを傷つけないように慎重にね、めっちゃ絡まってるから。おー、感動の再会、心の友よ。あ、ニッパーどうした。あ、あ、足かせね、足かせも取ってあげますと。忘れてたね、それね、足かせついてるの。心の友よ、ん、なんだこれは、
私は旗を取りに行く。私は息子を探しに行く。じゃあ目的一緒だから一緒に行くべ。もうええよ。ということで一緒に行くことになったんだ。心の友よ。でも今思ったんだけど、心の友以外に、心以外の友って何？よくジャイアンが言ってるけど、心の友以外の、心以外の友って何？セフ。危ない危ない危ない。余計なこと言うとこだった。余計なことちょっとね、油断すると余計なことすぐ言うからな。そしてここで、ここから3人で一緒に、何これ、毒ガス、なくなっちゃった。毒ガスのような、排気ガスのような。戦争に塩素ガスを使用した。これ塩素ガスなのか。じゃあすごいツンとする匂いがするんだろう。なるほど、これは誰、エミール・パートなんだな。で、史実が更新されておりますので、ちょっと見てみましょう。史実、毒ガス、このイーペルっていう場所で、人類史上初めて毒ガスが戦争で本格的に使われた。風上から5730本もの塩素を詰めたボンベを解放した。すごい数だね。塩素ガスは目を痛め、肺を損傷し、衣類や軍靴を通って皮膚を刺激する。効果は絶大であった。カナダ兵が取ることのできた唯一の対応策は、ちょっと私言うのがちょっと言いにくいんですけども、はばかられるんですけども、ちょっと言いますね。小便を染み込ませたハンカチで口と鼻を覆うことであった。対応、それで一応対応できるわけ？毒ガスを。口からだよね。鼻とか、鼻や口から吸うことだけはなんとかしのげたってだけで。それで助かるならいいけどさ、やだね。それしかないのか。水がそれしかないとかってことかな。それともその、尿素の中、アンモニアだからってことですかね。塩素でも、塩素もアルカリ性。いや待って、アンモニア、どうなんだろう。なんか中和されるみたいなのあんのかな、尿のあれで、アンモニアでとかってあるんですか。あれ、塩素って酸性だっけ、アルカリ性だっけ、どっちだっけ。塩素系漂白剤と酸素系漂白剤を詰めたら毒が出るとかってあるけど、関係あるかな、ああいうの。なんかそういう、もしかしたらそう中和させる働きがあるから、その小便では ないといけなかったということなんでしょうかね。普通の水ではダメだったってことなんでしょうかね。待って、一番上を見過ごしていた。イーペルの戦い、今回はイーペルの戦いの、お話ですね。ベルギーの町での戦い、ということで、この戦いで600人のカナダ兵が命を落とした。カナダ軍も前線に配備されたということで、このカナダ軍と一緒に戦ってんのかな、今。じゃあ主人公たちは飛行船爆撃、ドイツのゼッペリン伯爵が開発した飛行船は、初めて長距離飛行に成功。軍事用としてはまず偵察用に利用されたと。こういう飛行船が出てきますね。でも1915年以降、ロンドンやパリの民間人を爆撃するために使われ始めたということで、より悲惨さが増してますね。戦争の犬たち、ドイツは3万頭、連合国は2万頭の犬を軍に配置していた。大体は警察犬を転用したり、野犬処分所から選ばれたりしたものだったが、野犬処分所から連れてきた犬って言うこと聞くんだろうか。家族がペットとして飼っていた犬を
入隊させた例も多かった。それはやめてほしい。今の感覚としてね、ペットとして使われてた犬を軍用にするっていうのは残酷すぎますね。犬までも利用するんかという。犬にはいろいろな役割があった。見張りや偵察、郵便の配達、そんなこともできる犬に。そう、よほど頭のいい犬じゃないと無理じゃない。装備の輸送まで、負傷者や弾薬の探索、そんなことも鼻が利くからできる。また舞台のマスコットにもなっていた。やっぱ癒しだよね。やっぱそこは全世界共通癒しなんだ。うん、軍に配備された犬はジャーマンシェパード、ドーベルマン、やっぱり警察犬になるような犬が主ですね。ブービエでフランダース、フランダースの犬のフランダース、ああいう犬ってことかな、が多かったということで、日記も更新されています。1915年3月10日、フレディ、このクソったれな連隊が駐屯するベルギーへ、行軍中っていうのかな、行軍中、要は、まあ、一緒に軍と一緒に進んでるぞと。まあ一人じゃないのが幸いだ。エミールっていうちょっと変わったフランス人の農家のおっさんと出会った。あまり話さないが、俺の理解が正しければエミールの義理の息子がドイツ人らしい。ひどい話だ。お前のことを夢に見ない日はないよ。お前のことを夢に見ない日はないよ。このお前のことっていうのは、これ日記だからね。お前っていうのは誰に対してね、弟に対して残している日記なのか、それともそのなんか昔なんかあったという、その女性、一緒に歩いてたあの女性に対して、お前のことを夢に見ない日はないよって言ってるのかな。きっとそうでしょうね。あの女性に対して言ってるんでしょうね。カールさん、そして1915年3月10日、砲弾が飛来してくる寸前にようやくエミールを見つけた。エミールがうまく砲弾を避けられたことを祈る。エミールが見せてくれた手紙を見て喜びで心が満たされた。マリーは元気で、ビクトルも成長している。それだけで十分だ。あー、そっか、ドイツの方には手紙を渡せないから、出せないから、全然そういう情報がカールの方には行ってなかったんだよね。親子の間ではやり取りできるけどっていうことですもんね。なるほど。さあやっていきましょう。毒ガスということですが、毒ガスだから、そのね、その尿を染み込ませた、そのあマスクを私は持ってないので、このまま行くと死んじゃうだろうな。ワンコに頼むか。ワンコもギリギリ鼻はセーフかな。でも上の方ちょっと皮膚についちゃってない？毛が守ってくれてんだろうか。今一瞬吸ったような気がするんだけど大丈夫かな。一瞬ならなんとかなるのだろうか。ちょっと待って、何も拾うもんないか。話に集中してないよ。アイテム、拾うアイテムに集中しちゃってさ、この死体からなんか拾うとか今はそういうのないらしい。ここに何だろう、これ何もするものがない。なんかやるよね。でもこれね、なんかここ掘れ、なんかここ掘れ、ワンワン言ってるんだよな。でもさ、やってみる。あ、いけた、いけた。なるほどね。ああいう土丸出しのところは掘ることができるかもしれない。なんかいろいろある、なんかいろいろあるね。うん、上に行く、下に行く、はい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 、やりすぎた。あ、ストップ。 L スティックで飛び降りられる、乗れる、そしてこれを取れる。よし、1個目ゲットで、もう一回乗るんだよね。よし、乗って、これ上に突き上げてドン。あ、バツ、ワンコに乗らせる、そして下に下ろす。
なるほどね。なるほど。違う、1回分でワンコをやって、でワンコにこのレバー頼むよと。なるほど、いけましたね。ワンコは上にいる。なんだこれは、毒ガス装置。でっかい毒ガス装置で毒が出てます。漏れてますね、あっち左は。何かをしてこの毒ガスを止めろとかいうことかな。ここにあるこれを掴むことはできない。掴めない。これかな。乗れって書いてある。この台車を上に置いて、あ、行き過ぎたね。なんで止まんないの。一押しで結構行くね。で自分はここの上に乗りますよと。そしてレバーを引きますよ。んほらー、足りない、足りないよ。これなんか落ちてます。2個目。あ、これがその染み込んだマスクというやつだ。あー、わかりました。ワンコに上に押してもらいの。違うよ、丸丸押してもらって、それをこっちまで持ってきて。いいね、この一人じゃ無理だけど、ちょっと待って、ちょっと足りないんじゃないこれ。じゃあもうちょっと押さないと。これでいいかな。でワンコにもう一回下を押してもらおう。もうちゃんと一人じゃできないようになってて、仲間と一緒にやることでクリアできる仕組みになってるのがいい。荷台を、よし、これでいけるでしょ。おいしょ、オッケー。それでいいのかな。なんか回せって書いてあるな。回して、お、赤くなりました。ちょっとヒートアップしてる。反対側もやったらこれでいいんじゃないですか。その代わり大丈夫なの、これ爆発するんじゃないの。違うな、違うな。これでいいのかな。なんだなんだ、なんか漏れてんね、どっかが。お、来た来た、なんかなんか来た。あれなんでさっきと一緒だったさっきも同じようにやった気がしたんだけどな。全然仕組みを理解しないでクリアしたけど大爆発。これ少しは毒ガス吸ったでしょ。これで平気とか信じられないんだけど。戦場は大混乱でしょうね。よし、行きましょう。私のお手柄なんですから、もっと褒めてよ。お玉一つで頑張ったんだぞ。なんか爆弾が落ちてきてるね。わわわわ、とんでもないのを落としてきてる。わ、これを、えい、急いで、毒ガス来るぞって。エミ、あ、エミじゃない、フレディは向こうの上で頑張ってるね。毒ガス守られてないところで。なんかあるね、上に骨。このレバー引くとあの紐が上に上がる感じかな。お、フレディ、フレディ毒ガス来るよ、助けて。なんかもうこれ、これを、あ、わかった、なんかロープにつけんじゃないか、ここに。
ほんでワンコに乗せ乗って、あ間違った、ワンコ丸で私がこれを引く上にワンコ行ってもらって、間違った、うん、骨拾ってバツもね、 SOS 言ってるから急いでもらわないとな。あ、ちょっとストップストップ、そっちにあるかも、何か拾えるものが、ごめんないフレディの命よりもアイテム、あそこにあるね、アイテム、時計が、まずこれを取って、うん、あちょっと今その暇ないのよ、後にしてあげて、でこれをここに引っ掛けて、大丈夫かな、骨もろいから、あーセーフだね、セーフ、 Thank you, my friend. Thank you, my friend. 言った、お、もうそうね、やってもらおうね、よかった、わりかし新しい骨だったのかもな、よし時計を拾う、いやちょっと待ってちょっと待って、なんか3つ取ってないのがある、あ来た来た来た、急いで逃げよう、あもうフレディ半分当たってるけど、よいしょ、いけ、私だ、私の番だ、わちょっと危ない、なんか爆弾がいっぱいいるぜ、あちょっと間に合うか間に合うか、フレディとワンコがもうほぼ吸ってるぞ、ワンコ出てきてない、ワンコ出てきてない、ピーピーって言って、ワンコ来てない、ワンコ来てない、あのワンコ来てない、いやワンコ来た、よかったよかった、ワンコ気になって死んだかと思って、何この人、なんか暴走車が来たんだけど、女性の、うん、パリに住む、あベルギーの女性、父を探してる、みんなが同じ場所を目指していたと、うん、なるほど、お、どうした、プップちょっと何、トゥトゥトゥン、ツルリン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 、ちょっと待って、ユービサーキッツンツルリンじゃんこの曲、ツルリンツルリン、ちょっと怖い怖い、ツルルルツルツツルリンだ、ちょっとフレディが飛び出してるちょっと待って、曲に気を取られちゃった、あとフレディがはみ出してることと、わ俺は腕っぷしが強いから外でいいぞって、体張ってくれてるフレディが、ちょっと待って、こっちこっちこっち、はい、そして真ん中、はいはい、こっち、ツル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 リン、はいこっち、はいこっち、大丈夫かな、ツルリン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 、あちょちょ、ツン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 ツル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 ツンツン、リズム取っちゃった、やばいもうこれさ、パスタかなんかの CM だったよね昔、確かさ、ずっとさ指先ツルツルしてるの見せられて、最後さパスタをツルッと進んでた記憶があるんだけど、違ったかな、指先ツンツルリンだったんだけど、最後パスタ食べてなかったっけ、なんか来るぞ来るぞ、あ地雷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 、おちょちょちょ真ん中、ちょっとこっち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 、地雷ゾーンだ地雷ゾーン、来た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 、はい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 、もう慣れてきたもう慣れてきた、もうお手の物よ、はいはいはい、リズム刻めるからねもうねちょっとこの音楽乗っちゃうからさ、この音楽結構長いぞ、しかもあちょ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 絶対一発当たるやつ、私たち世代はこれあの CM ソングなのよ、あフレディがやっぱり外にねむき出してたから体が、これは大事故だぞ、車猛車か、この人従軍の救護隊かなんかなんだっけ、救急のカバン持ってるけど、つまり救急箱を持ってきてと言われているようなんですけれども、さあここで史実更新でもされてる、史実更新来ましたね、史実更新ということは新しい、そうあのショーが始まったってことなので、ちょっと日記だけ確認しましょうかね。
日記は更新なし、史実の更新はあるということは、ちょっと今回はここでやめて、前回は史実の確認からこの救急箱を取りに盗みに行くというところから行こうと思いますので、皆さんチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ちょっと今回はね、ヒートアップしちゃったな。ちょっ と突然の指先ツンツリン、あれなんていう名前の曲なんだろうな。有名な曲ですよね多分。でも私の中では CM ソングCM しか思い出せなくて、ちょっと突然のことすぎてびっくりしちゃったんですけど、あーなんかちょっと心臓バクバクしたわ。なんかちょっと突然の音ゲーじゃないけどね、そのリズムゲーみたいになって、はい、というわけでまた次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。